今日も心身は休みのようです。格屋に向かいます。はい、到着いたしました。今日もですね、葉っぱ取り南側やっていきたいと思います。はい、そしてちょっとうどん粉がちらほら出てきてますんで、多分お気楽じゃんがもうないんだと思いますね。なので明日買うのと、あとはポトキラーですね、やっていきたいと明日以降思ってます。はい、毎度のことながらこのように実を取っている葉っぱですね、はい、もう見ればわかりますね。ちょっとこれ葉っぱの周りが黄色くなっちゃったやつですね。はい、こういうの。あとこれももうわかりますかね、もう役立たずです。これ3本取ってますね。すごいな、なったな。そしてこれ、あ、これはまだありますね。これも実を取ってますんで、はい、取っていきますね。スッカスカにしていきますね。はい、結構葉っぱ、ツルを引っ掛けた際にこう葉っぱがこう裏向いちゃってるやつとか折っちゃいましたね。こうついてるのに、まあいいや。はい、こんな形で、はい、これもいらないでしょうね。はい、実取ってますね。はい、どんどんガラガラ。一番これは北側のリスペクトなんですけど、ガラガラですね。はい、はい、やってきます。先ほどですね、コナジラミがいました。殺したんですけど、まさかのコナジラミですね。びっくりした。なんか嫌な予感するな。ウイルス持ってなきゃいいんですけどね。持ってたら体力効果間違いなしですからね。また見つけたら動画撮ります。なんと本日は全て南側やり終えましたんで、もうすっきりですね。はい、まさか終わるとは思わなかったんですけど、あまりまあ思ったより少なかったですね、適応する量は。はい、ということで撤収します。最初はピヨピヨじゃんけんチョキじゃ。お疲れ様でした。ピヨ飯ですね、3色。これが鳩の餌、ここが石入り玄米で、これが鶏の飯。ピヨさん、はい、おい、ピヨさん、おい、逃げるの。あー、ピヨさん、今日もお疲れさんでしたね。あ、まあ、ポシロ見つけちゃった。あー、なんかまだあれだな、正月ムードが抜けなくて。でももう普通に今日から仕事。ピヨさんも、俺も今仕事してんだ。ずっとちょっと位置がな、あの東側になってあったかくてよかったぜ。なんか親父が移動したみたいね。よかった、あっちの方が日が当たるからね。そうだな、トサカも色が乗ってきたよ。明日も頑張ってこない、ピヨさん。そうだな、二人出したピヨさんですよ。うん、いい顔してんだもんな。相変わらずいい顔してんな。また明日も頑張ってこな。うん、今日はお疲れ様。じゃあまたな。今では思い出だと認めたくないから。